はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日も企画続きをやっていきたいと思います。レベル1から99まで何時間かかるのか、今4時間プレイしてますね。4時間3分です。で、レベルが今全員40、機械のやつはまだレベル1なんですけどね。まあ、40まで、上がってます。で、そろそろ強いやつと戦い出すので、装備が若干欲しい。武器はあるんだけども、防具がね、ちょっと心もとないかな。なので、まずは装備を揃えます。買えるやつは買って、あと取れるやつも取ろうか。ウェポンマスターの、満身の力が欲しいんだよね。アビリティの。なので、ウェポンマスターの、アビリティを取るために、錆びた剣とかか。うん。錆びたシリーズを3つか4つゲットしたいと思います。で、あとは、進化の銃だと、一気火星の牙か。一気火星の爪か。あれを、なんとか、入手しましょうかね。ではまず装備から買っていきます。テメノスは SP が欲しいのでアートオブベール、これがいいでしょう。間違いないね。で、守護のブレスレットも欲しいな。でもとりあえずは頭と鎧と盾かな。それをまず揃えよう。盾が、一つ必要なので、守り人を買っとこうかな。OK。あ、あとこれだ。古代の杖。オズバルドがメインアタッカーなんで、武器も買っときましょう。金が少ねえな。あとは、鎧と、兜を二つずつか変える？あ、ギリ変えたな。でも、ブレスレットは買えないか。確か、海で拾ったやつを売ればいいね。いいや。20% アップとかあるけども、もうそんなのめんどくさいから、OK。4つあればいいかな ?OK。これで、装備はあらかた、揃ったね。うん。多分、いい感じなんじゃないかい？では、錆びた装備を取りに行きましょうか。まずは、剣からですね。はい、錆びた剣ゲット。次。ここが杖だよね。錆びた杖。ここ、ボス戦だったか。仕方ないね。取るしかないからね。いや、大したことねえわ。全然余裕で勝てたわ。OKOK。で、これで、錆びた斧、ゲット。これでどうでしょうか。3つ来たからね。覇王の剣でしょ。あ、いけるいける。で、斧、杖。満身覚えた？満身覚えた。オッケー。これでボスと戦いやすくなったね。でも40じゃちょっときついから、レベル上げをちょっとしましょうか。どこだったっけ？ここだよね。ここのところ。月と太陽の洞窟？そんなところ。あ、月と太陽の洞窟当たってた。うん、ここはずっとね、レベル上げ使ってたことあるので、これは使ってたね。今、4時間24分です。4時間24分。敵も問題なくワンパンできるので大丈夫ですね。これで、レベルが全員50になりましたね。で、パルテティオのメインクエスト全部やらなきゃいけないので、ちょっとパルテティオを連れてきて、もうちょっとレベル上げようか。パルテティオが、レベル30になりました。30だったらば、いいかな？
ちょっといけるか分かんないけども、サメ行ってみようか。サメ倒して、で翼トカゲ、あいつを倒して銃牙を手に入れましょうかね。どうだ、よいしょ、ゲイ。一人やられたけども、まあまあまあいいでしょう。悪敷の巣レベル52か。あ、52、これ結構強いな。では行きます。結構強いんだよね。弱点が物理系全部だったよね。でこれで傭兵呼んじゃいな。勝てるでしょ。はい、オッケー。んでアイテムを取り放題だね。忘れられたと、一番上のところに銃牙が落ちてますね。邪魔だ。うん、銃牙さえあれば多分カンストダメージが確実に出るんじゃない。満身と銃牙で OK。 これでレベル上げかなりやりやすくなった。あー、一気火星もボスだったか。そうか、まあまあこいつは翼トカゲより弱いんで余裕でしょう。余裕すぎめちゃくちゃ弱かったぞ。んでここか。オッケー。でここでもなんかあったような。ではそろそろストームヘイルに向けていきましょうか。多分もういけるでしょう。いけるね。オッケー、ストームヘイル到着です。あ、そうか、そうか、誰かのストーリーを進めないと、幸運のお守りは取れないんだよね。オッケー、引き寄せのリボンゲット。これ簡単だったもんね。ダンジョンは解放しときましょうかね。ダンジョン解放。で、まあ、すぐには戦えない。まあ、戦えるには戦えるけども。オッケー。では、アルロンドを、なんとか仲間にできるように、パルテティを全部進めましょう。あー、いたね。いたね、そういえば。終わりかい。三勝、いた。後ろのね、機械から壊すんだよね。終わったわ。終わったわ。弱っ。バルテティオラストのボスですね。サクッと倒しちゃいましょう。終わり。バルテティオストーリー全部終わりました。今6時間2分。まあ6時間ですね。で、レベルですけども、メインの4人が55前後ですね。パルテティオは33まで上がってます。で、これでアルロンド、連れて行くことができますので、レベル上げいけるね。ここ、巨壁の地下道、ここで、すぐ上げ出そうか。うん、まあ、次からちょっとレベル上げ、メインでやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。